販売されている、競馬エト競馬エトとは、産業経済新聞社が、産経スポーツ特別版として発行している、競馬専門誌である。1971年4月25日創刊毎週中央競馬開催日の前日有告より、全国主要駅売店、コンビニエンスストア、競馬場、ウィンズの新聞売店にて販売されている。 三経新聞社から発行されているため、三経新聞販売店からの宅配も行っている。一方で、サンスポ特別版として発行されている関係で、日本競馬新聞協会、関西中央競馬専門誌協会などに加盟できない。ため、バタチの競馬新聞売り場では、他の競馬新聞と一緒に売ることはできず、競馬へと専用の競馬新聞売り場で売らなければ、ならないなど、 様々な制約がある。なおかつては、デイリースポーツ発行の、バサブローにも、同様の制約があったが、こちらは2013年にダービーニュースが休刊した際、競馬新聞協会加盟紙と同等の扱いを受ける、ことになった。2012年4月6日、発行文より新総館として、紙面を一新し、これまでの関東版、 関西版を全国版として、紙面を統一した。現在、GI レースのメイン馬柱を担当する、トラックマンは、片桐康弘、高橋健次松本博西山茂木、山本忍、増井達之助の6人であり、その中でも特に看板トラックマンと位置づけているのは、東西本市予想の片桐、高橋と関東の松本、関西の増井の4名である。 テレビ出演に関しては、かつては、トレーニングセンターで直入馬を見ている、時計班所属者が主流であったが、現在は、想定班所属者が主となってきている。富士山系グループの中核たる、山系新聞社が発行する媒体であるため、投資所属のトラックマンは、同じ富士山系グループ内の放送局である、富士テレビ系列、BS 富士、文化放送、 日本放送ラジオ大阪等の競馬中継番組に出演するものが多く、逆に富士山系グループ以外のメディアの出演は1990年代以前には全くと言っていいほどなかった。競馬新聞協会加盟の他市に所属していたものでも富士山系グループ内放送局への起用をきっかけに A とへ移籍する例すら見られたが、近年は富士山系グループとは 無関係のグリーンチャンネルにも所属トラックマンが出演するようになってきている。ただし1990年代までは、キー局フジテレビ以外の FNS 系列局は、競馬エイトトラックマンの解説者企業には消極的であり、むしろ宗教権威性を中心に、関西の最大手専門誌競馬ブックトラックマンの企業が目立っていた。これは、関テレ制作の中継が、 現在の形に近くなった1969年、当時、まだエイトが相関しておらず、関西の競馬専門誌中最も積極的に、解説者を派遣しようとした競馬ブックから、起用するしかなかったという事情がある。2000年代以降徐々に、各系列局が、競馬ブック所属のトラックマンから、競馬エイトトラックマンに切り替えるようになった。富士テレビが、スーパー競馬を、 全面リニューアルした2008年からは、フジテレビ制作で、東日本中心の放送となっている、みんなの競馬に、解説者を派遣せず、1985年以来確保、していたキー局フジテレビでのレギュラー解説者枠が、一旦消滅することとなった。また、カンテレ制作で、西日本のレースをメインに扱う、ドリーム競馬や夏の北海道開催時に北海道、 文化放送制作でローカル放送されるドラマチック競馬ではそれまで競馬ブックの影響が強かったが全面リニューアルを機に競馬トのトラックマンを解説者として招いているトのレギュラー解説者が不在だった2008年2009年においてはフジテレビは競馬新聞社所属のトラックマンよりもスポーツ新聞社所属の競馬記者を徴用していて他に ドリーム競馬でも、東海テレビ制作の中京市場開催時には、エイトのトラックマンが出演しなかったが、2010年1月10日放送より、再度リニューアルした、みんなの競馬にて松本が、レギュラー解説者として加入することになり、富士テレビへの解説者派遣が再開された。さらに時を同じくして、ドリーム競馬も開催することになり、関テレ制作版、競馬ビートにおいては、 競馬中継時代から40年以上出演したブックの重鎮大坪元が恒例もあってレギュラー解説を優退し解説者はエイトトラックマンのみとなった。これにより2010年からは日曜東西主場開催において全国放送を担当する実況席解説者はエイトのトラックマンで統一されることとなった。 なお東海テレビ制作版は引き続き中日スポーツのトラックマンを中心に起用する方針で、A とのトラックマンはフジテレビ系列の競馬中継番組中唯一不在となる。また、同年から北海道シリーズ開催中は津田が実況席解説者になっており、この期間中は3場すべてが競馬 A とのトラックマンが担当することになる。 JRA 外郭団体の一般財団法人が運営しているグリーンチャンネルには競馬新聞協会加盟の他社やデイリーバサブローなどと共に解説者を派遣しており中央競馬全レース中継トラックマン TV などで A とのトラックマンの姿を見ることができるラジオ日経中央競馬実況中継では第1放送日曜日の今日のコラムに エイトのトラックマンが呼ばれることが稀にあるが、この場合エイトではなくサンスポ所属と紹介されており、また予想は披露しない。ラジオ日本、競馬実況中継には、日曜競馬日本が、現在の形となる前の1970年代前半に、大橋巨泉が、ゲスト出演したとの記録があるが、小泉はあくまでもゲスト予想者の位置づけであり、正式所属ではなかった。 産経新聞社の正社員である競馬トスタッフは出演したことがない。1990年代には主にスーパー競馬にて同志のテレビ CM に所属トラックマンが紹介されたバージョンが毎週流れていた。出演トラックマンは吉田、藤巻、戸田一世、無野木、松本の5人が出演していた。なお、本 CM では松本博士は 覆面トラックマンとしての出演であった。2000年代に入ってから、関東版でのテレビ CM は途絶えていたが、上述の通り、2012年4月6日に、これまでの紙面を一新する大リニューアルを行った、ことにより、久々にテレビ CM が復活した。ただし、かつてのように所属トラックマンは出演しない。関西版については、CM は継続して、ドリーム競馬、 競馬ビート、競馬ビートにて放送され、関西競馬と記者が出演するバージョンの CM、後に紙面をベースとした、コンピュータグラフィックの CM が放送されている。ありがとうございます。